対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがガッサー、テテフ、ドリューゼ、ガモス、カバルドン、ボーマンダということで、これはヤドランから入ってトリックルーム決めてからのドラミドロがだいぶ通ってない。ドラミドロ2毒インでもいいかな。あとジュナイパーも結構刺さってますね。ヤドラン、ジュナイパー何かでいくか。2毒インの方がいいかな。ドラミドロも悪くない気がするけど、打ち分けてきた方がいいか今回は。ヤドラン、2毒インジュナイパー、この3匹でいきますか。はい、お願いします。ガモス、まあ、悪くはないかな、良くもないけど、いきなりささみきゅってくるかな。引けないしな、ここはトリックルームからで、まあ、ここ超前じゃない。オッケーオッケー。でトリックルーム、ヤドラン切るかどうかだな。ヤドラン残したいですよね、ボーマンダとか考えても。飛んでくるとしたらさざめきだと思うので、ジュナイパーが一発は受かるはず。ここはジュナイパー投げていきましょう。この技だったら泣くしかないけど、さすがにここはさざめきだよな。ガドレ、あ、オッケーオッケーオッケー。まさかの相手も、でもガモスにジュナイパー投げると思わなかったのか。あ、しかも弾ですね。ここは打っていきますか。シャドウアローズストライク引いてきても結構入るはずなので、ボーマンダー、いや、もう結構入るっぽくない、ボーマンダーにも威嚇あるっつっても Z 技だしな。で、全力の Z 技、どんなもんだ。ヘリ遅っ。あ、でもこれめっちゃ入ったな。オッケーオッケー、こんだけ入れば十分で、影縫いで、これ影縫いで落ちるよね多分。やっぱな、トリルジュナイパー結構強いと思ったんですよね。まあ、こいつそこそこ S 速いからあれだけど、いや、いくらメガ進化してもこの HP は足りないでしょ。で、影縫い、この技かっこいいんだよね。え弱っ。やっぱジュナイパーってゴミだわ。さよならジュナイパー。まず相打ちになりましたね。まず対打ちだったらいい方か。ここに2毒インから入りますか。相手はでもトリックルームあるから、ヤドランのこと考えるとガモスからは入りづらいはず。こちらに毒イン、カプ、おー、読み通りカプティティフで、こいつはヘドロウェーブ耐えらんないので、ガモスも2回耐えらんないよな多分ヘドロウェーブで。ヘドロウェーブで、いや、ガモスだったら耐えるかな。オッケー通る。いや、助けとかやめて。よしよし、オッケー、一発急所は無駄ですね。毒にめちゃめちゃ火力出るので、これは無駄なはず。あー、でもこれあれか、こっから負ける可能性は全然あんな。ガモストリドクインって結構、でもどうだろう、超前されるけど、大地の力で D 弾あるよね。大地の力、あ、 D 弾引かねえわ、忘れてた、力づく忘れてた。ヘドロウェーブでよかったわ。大地の力って別に半減、半減じゃない、等倍だ。大地の力、これどれぐらい、あ、でも結構入るな。で、ヘッドのウェーブで炎の舞、いや、一発耐えると思う。よく耐えるのは耐える。よしよしよし。で、玉ダメが入るでしょ、これ落とせれば勝ち。どうだ、落とせ。玉ダメ圏内か、これギガドレインで回復されての弾ダメ、どうだろう、ヘドロウェーブで。だよね、これさ、回復量あんまなくてさ、弾ダメが自分の位置でしょ、これ落ちるんじゃね。どうだ、落ちてくれ、落ちて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 。
うわーダメか、くっそあーダメだったか。トリルターンカーリーが雑だったかな。いやここトリックルームだな一応。いやで耐えないよなこれ。なんか奇跡で耐えたよ、奇跡で、奇跡で耐えろ耐えろ。対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーが水統一ですね。負けらんねー。これジュナイパーでボコボコに。いやでもジュナイパーの通りそんな言うほど良くないぞ。マリウリ、マリウリは別にシャドウはローズストライクでいいのか。ただ毒クラゲとかいるしな。どうしよう。でも初手ジュナイパーでいいか。ああでもいや月光が来てからポリゴン2に引けばいいから、ここまで確定でラストですね。ドラミドルはまあありか。毒の通りは結構いい。これでいきますかね。ジュナイパーポリゴン2ドラミドル。はい対戦よろしくお願いします。ジュナイパーから入る相手はリヒで OK。 ファルくないタイミングですね。相手これ引けんのかな。引けないだろう。ミストメーカーリーフブレードを打っていいのかどうか。別に打ってもいいけど影ないのが多分通りはいいですよね。研磨してもいいか。ここ研磨したろ。引いてきた。マリリこれ多分装飾ですね。研磨いい。研磨のモーションかっこいいな。でもここはシャドウアローズストライクぶっぱでいいかな。影縫いでも、いやでももう打っていいでしょ。ここは打ちましょう。 OK 通る。でよーし刺激で粉砕。ジュナイパーで全抜きがいけそうですね。でリヒネもワンパンだし、月光が、月光がのレイビーぐらい一発耐えそうだけどな。耐えそうだけどここ引いてもいいか。でも引かなくていいな、これ。もう別に。トリックルーム貼ってドラミドロでヘドロウェーブ打ちまくったら勝てるからな。ここは、リーフブレードでいいか。一応、悪技の可能性も考えて。レイビーか悪技だもん。だからリーフブレードでいいよな。ヘッドビーム。なんか結構耐久高いし、ジュナイパーって一発耐えそうな気がしますけど。弾とかじゃなければ。やっぱ耐えましたね。リーフブレードで。タスキだとしても不意打ちがあるんでね、まあ、それ読みの手裏剣とかあるかもしれないけど最低は別にいいですね。もう、でここは不意打ちで、不意打ち知ってるかな。ジュナイパーの不意打ちって、ジュナイパーってポケモンがあんまいないからな。考えてんな。ここは通してくれ、通させてください。まあ裏に僕ポリゴン3で勝ちなんですけどね、勝ちなんだけど、まあレイビー氷の負け筋とかもあるし、できればここで終わらせておきたい。 OK 通る、まあ、これで勝ちでしょうね。で月光が粉砕。カプレヒレで、ここはリーフブレードでいいかな。心が早かった、まあ、これは関係ない。ジュナイパーに落ちてもらって、でポリゴン2でトリックルームしてのドラミドロで勝ちですね。トリックルームしなくて10万連打でもいいけど、まあ一応トリル貼っときますか。ああなんかちゃんと耐久ってやつかな。でトリックルームで瞑想とかから入ってきたらすぐにドラミドロに引きます。即ドラミドでもよかったかな。トリルにそんなこだわんなくてよかったか。これプレミかもしれないですね。多分このレヒレからドラミドロワンパンする技って多分ないので、そう考えると即ドラミドロの方がよかったかもしれない。下から殴ることになるけど別にあいつの火力なら問題ないでしょ。カップ Z か、あそれは別に。はいトリックルーム、で10万でいいかな。10万ボルトで
ぐらい、あ、硬えな。挑発、はい。それはいいぞ。もう今更遅いからな。で、10万ボルトで。次のターンして殴ってきそうですね。ムーンフォースか、ん、急所かな、急所じゃないか、塩水で。落ちそうですね。はい。でポリゴン強く頑張ってくれて、最後はドラミドロの超火力まあこの1ペット超火力も何もないけど、でドラミドロで、ヘドロウェーブで勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがギルガルド、カイリュウ、リザードン、月光がメタグロス、レイジュー、ボルトロスということで、ジュナイパー結構刺さってねえかこれ、言い過ぎ、いや言い過ぎじゃない、刺さってるでしょ。初手が難しいな。初手リザードンですかね、 X か Y か分かんない。とりあえず二毒院から入ってのジュナイパーヤドランとかでいいか。あ、でもこれ相手の月光が重たいな。ポリゴン2はかませたいですね。ポリ2、二毒院、ポリ、いや、二毒院が初手二毒院でいいや。初手二毒院から入って、で、ジュナイパーと二毒、じゃ初手ポリ2から入って、ジュナイパーと二毒院。これでいきましょう。悪くないはず。はい、よろしくお願いします。リザードン全然出さないな。リザードンバック変えようかな。カイリュウから来た。ここはトリックルームから入りますか。トリックルームからのレイビーのがいいはず。 A が上がった。トリックルームで引いてくることなさそうですけど、ギルガードの場合引いてリューマイン OK で、トリル打ってレイビーですね。でこれで仮にポリス倒されても裏に繋がるんでね。でトリックルームでしょ。でここは冷凍ビームでいきます。あ、マルスケもあるんだ。あれ持ってる、入ったな。あ、弱点保険ね。激鈴、激鈴打ってくるのか、ありがたいな。これじゃ飛びそうですね。ああ、新速耐えないからこれありがたいですね。どっちから入るかだけど、毒院でいいよな。この最強ポケモンで残りのポケモン全部蹴散らすか。で冷凍ビームで、で海竜は粉砕。これは何だろうな。ギルガルドがいる場合だけちょっと S 関係が分かんないから不気味だけど、ただ弱点保険もないからそこは考慮しなくていいですね。ギルガルドか。ここは大地の力で、ここがなんか早く動くんじゃないかって気がしてんだけど、あー時間稼ぎですねこれは。どうせ一発じゃ落ちないので火炎放射にしときますか。ここ引いてくることも考えて、向こうが早く動いたらそもそも下から殴れるから。あ、そうだよね、これ一発耐えんじゃないかな二毒院って。無理かな、耐久高いぞ二毒院ちゃん。で一発殴られ耐えそうな気がするけど、あー無理か。ただ元に戻ったので、これでジュナイパー、この動きからどう遅いのか分かったので、多分ジュナイパーより遅いですね。ここは影抜いていいか、ラスト次第だな本当に。ちょっと不意打ちもしたかったけど、この場面禁止か。影縫いは非接触技なので A ダウンはないですね。じゃあシャドウアローズストライク打つか。影打ち打ってくるかな。 OK 通る。これはワンパンですね。でギルガルド倒してラス1対決ですね。
クロスとかだったらまだ、リザードは無理ですね。リザードは無理。クロスだったらいけるかもしんない。ボルトもまあいけるかな。月光が、いや月光がまだワンチャンある方じゃないか、これ。レイビー多分一発耐えるんで、どっちかのリフブレと影抜いて。一応アクハの可能性あるし、リフブレの方がいいか。リフブレで。ダスト、うわ、影抜いのが良かったな。一発耐えると思うけど。影抜いのが良かったわ。弾か、しかも。これどれぐらい、うわ、微妙。ワンチャン不意打ちが通れば勝てるかも。不意打ちで取ってくれ。よし、落とせ。よーし、勝った。対戦ありがとうございました。激戦だったな。